続いての対戦はダンバルベイス朝倉ひき武器対決でございますが、さあお二人意気込みを聞いていきたいと思います。どうぞ、いかがでしょう。いや楽しみですね。やっぱ勝負事となるとちょっと燃える部分があるので、うん、頑張って勝ちたいと思います。頑張ってください。さあ菊池いかがでしょう。そうですね、すごい名前が似てて、ね、なんか一緒に何かできるのかなと思ったら対決みたいなので負けずに頑張りたいと思います。頑張ってください。ゴロさんいかがでしょう。この対戦キキルル対決、はい、はい、どっちがもう真の2文字か決めてもらいましょう。他にも2文字がいっぱいあるんですけどね。雄大なくなりますルーだけになる。楽しみでございます、はい、最初の競技はトントン紙相撲。自らデザインしていただいた紙力士で対決して2回勝った方の勝利となります。はい、こちら自分、自分です。おポイントありますか。オレンジの衣装を着せてみました。なるほど、自分のメンバーカラーにして、うん、はい、ちょっと強そうじゃないですか。あ、いいですね、うん、土台がしっかり。そうね、さすがだね。さすが。さあそして対するキキちゃん、ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、キキちゃん細いですね。細いですね。じゃん。いや、私的には結構足太めに描いたつもりだったんですけど。なるほどね。ちょっとやばいですね。立ってるのとちょっとルーちゃんが座ってる感じになってるもんね。そうですよ。そうですね。まあでも叩いてみなきゃ分かりませんから。さあ、ゴロさんいかがでしょう。そうです。ちょっと見た感じはね、まだキキちゃんの方が新弟子みたいな感じなんでね。そうですね。ちょっと頼りないかもしれませんけども。はい。頑張ってもらいたいと思いますね。はい。東キキの山、西ルルの海。さあ、ね、列になっております。さすがキキちゃん。ちゃんとね、相撲を見たことないでしょうかね。こう向かい合ってね、外を向くというね。あ、シリーズ相撲と間違えたでしょうかね。キキの山は、すいません、はい、発揮を登った。まだ逆転できます。発見を残った。どこが死んじゃった。もうルルノーミはこう多分見てただけでしょうね。そうですね。これ物いいじゃないですか。完全に倒れても見てください。本当ですね。どう見ても。さあ続いての競技はナイスオッキー。キキちゃんはこの試合のために何かトレーニングとか積んできたんですか。あ、そうですね、あの指の柔軟をしてきましたよ。ライチのやつ。確かにね、この押す時のね、なんかここのこうやつ。その成果をじゃあちょっと見させて、チャリコハに会いたいですか。会いたいです。なんか絵もいるんですよ。すいません、ちょっと勉強不足で絵も、ね、入れておきます。はい、わかりました。最初はグー、じゃんけんぽい、あー行こうでしょ。ルーちゃん先行でいきましょう。頑張ります。じゃあスタートのラインから、出なければどの位置からスタートしていただいても構いません。せーの、はい、おー、一番目から。これはオープニングミスキー。やばい。さあここは、あ、キちゃん慎重ですよ。慎重ですね。いきます。彼女はこれかけてますから。いきます。はい、うわナイスオッキー。ナイスオッキー。せーの、はい、おー、いいですよ。ナイスオッキー、ナイスオッキー。いいよ。かけてますから彼女はこの試合に。せーの、あーと、ここは痛いっすか。失敗。ここは痛いですね。ここは痛いぞ。せーの、はい、おー、やはり彼女は学んだ。強いですね。掴むと早いかもしれない。うん、でもね、いいで体勢まっすぐに直しましたから。そうですね、次がチャンスですよ。でも私ここ難しい。そうですね、目の前に障害物がありますので。せーの、はい、うわー、惜しい。道をちゃんと作ってる。おー、うまい。ナイスオッキー。ナイスオッキー。頑張ら、はい、あー、ここは痛い。頑張ら、今日2回目の空振り。ダンバラ先生、右肩負傷したのか。右肩ずっと押さえてますよ。笑うとここが痛むんでしょうね。右肩負傷か。さあ、走行してるうちに、いけそう。あ、なんで
さあさあ、難しい。この障害物がどう。おお、さあもうゴール前か。ここで追いつくか。南原先に抜けた方が勝利のような気がしております。さあ、惜しい。ディフェンダーが今日は素晴らしいですね。素晴らしい動きしてますね。やはり右だとやりづらいところに入り込んでしまっている。惜しい。行きます。ここで崩れた。膝から崩れた。朝倉キキ、まさにキキ一発。見てください、ビリヤードの人みたいに手を左手を支え添えてますね。すごいですね。左手は添えるだけ。おー、やってますね彼女。あー、やはりちょっとダンバさん、あのディフェンダーにずっと止められて相性悪いですね、あのディフェンスに。いきます。あー、この角度から見たら当たる気がしなかった。だって離れてるんだもん。ダンバラがここで一発抜けたらもうゴール前だ。最低速。負傷したか。おっと、さあこれは、お、なんかボールだ。このボールペンね、皆さんも販売しておりますから。そうですね、皆さんもぜひ家でやってみてくださいよ。ぜひご自宅でチャレンジしてみてください、はい、よし、せーの、来るか、はい、あー、ただもう次は、そうですね、これはここで今ダンバラのが近いですから、うん、でしょう。キキちゃんを押しのけて入れるぐらいのパワーがないと。はい、広島ジャケジャケ頑張りますよ。アンフレッチェ頑張ら。あ、こっちも笑いが真剣に。でございます。さあ、卓球でございますけど、ルーちゃんいかがでしょう。いや、球技本当に苦手なんですよ。だからちょっと難しそうだなと思うんですけど、頑張って3連勝したいと思います。お、さあ、そしてキキちゃん。はい、そうですね、なんか一時期家でやってます。え、家でなんか売ってるんですよね、こういう。うん、売ってますね、こういうセットね。なので買ってお母さんとやってます。おー、なるほど。ちょっと分かんないですね。ゴルさん、いかがでしょうか。いや、聞いたところで言うとバドミントン得意というのをちょっと浅田さんが聞いてるんで、まあ、言ったらね、こう打つ競技としては近いものあるので、これはもしかしたらパーフェクト出るんじゃないですか。なるほど、浅田さんの5点差。ここで見せないともうちょっとやばいので、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、1個でしょ、あー、1個でしょ。あ、勝ちました。おお、じゃあキキちゃんからサーブで。これももしかしたらキキちゃんのパーフェクトありますよ。あるね、はい、さあ、それでは参りましょう。卓上ピンポン対決スタートです。すいません、私の発言を全て撤回させていただきたいと思います。全言撤回で。全撤回でお願いします。あんな真下に打つ人。そうですよ、ルールは合ってるんですけど。ルールは分かってます、はい、そう、最初はね、はい、逆パーフェクトありますよ。そうですね、チェンジ。おお、あ、ちゃんと取りました。こっから逆転あるのか。あるよ。それともルールがこのまま逃げ切るのか。サーブが大の苦手、朝倉いけるわ。ちゃん、ミスった時天井見上げてたんです、はいはい、4年後また頑張ってください。4年後またあるんですね。
最後の対決は集めろ撃。さあということでルイちゃんいかがでしょうこの対決。いやでも大丈夫なんじゃないですか。いける気がする。はい、いける気がしています。はい、キキちゃんいかがでしょう。はい、冷静にやりたいと思います。冷静にね。それでは最初はグーじゃんけんぽいということでルーちゃん勝ったので高校のが有利ですので高校で、はい、じゃあキキちゃんが先行でキキちゃんいけるぞ、いきたいと思います。準備よろしいですか。はい、それでは参ります。招集するメンバーグループはモーニング娘。でございます。よーいスタート。さあね、いっぱいいるよ。さあルーちゃん数えてほしい。そうですね、今のうちに人数を ね確認しとくというのもあるんですよ、ね、なので高校超有利でございます。さあキキちゃんは今そのモーニングのメンバーで仲良くしてる人はいるんですか。小田さくらさん。ああ小田ちゃん。うん、そうですね、そうやって言うことによってメンバーを思い出しますから。そうですね、はい、でもこれで早いぞ、このままでいけば早いぞ。これで全員だったらかなり早いですよ。いいよ、いいペースだよ。少ないの。だいたい何人だと思ってます今。モーニングさんですよね、うん、11人ぐらいですか。11人ぐらい。なるほど、はい、さっきから、さっきから。さあタイムアタックですので集め終わったら集めたなと、はい、言ってください。いいのか。はい、集めた、はい、はい、それではメンバー確認していきましょう。じゃあまず福村さん。はい。生田さん。はい。北川さん。いない。岡村さん。はい。で、山崎さん。いないです。おっと、2人いない。2人ですね。はい、なるほど。決められなかったということは、はい、プラス6秒でございます、ね、はい、ということで、はい、もともとが57秒だったのでプラス6秒で1分3秒ということですね。ああ、ちょっと待ってた。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、それでは参りましょう。りゅうちゃんでございます。よーいスタート。意外と見つけられない。そう、意外と難しいんですよこのゲーム。ね、顔だけだって、キキちゃんもさっき全員もちろん集めたつもりだし知らなかったわけではないしね。そうですね。それでも見つけられないぐらい。まあでも高校唯一不利なのは、はい、全メンバーを知ってる状況でやるというプレッシャーはあるんです。なるほどね、はい、全員集めなきゃいけない。そういうことですね。そのプレッシャーはこの競技あるんですよ実は。なるほど。さあ、タイムアタックだ。さあ、見つけられるか。見つけられるのか。さあ、時間との勝負だぞ。誰を探しているのか。誰がいないんだ。キキちゃんどうですか、見た感じ誰を探してそうですか今。小田が隠れている。小田隠れですね。これが噂の小田隠れ。もう行けたのかな。何ですか小田隠れ。小田隠れか。もし小田がいたら、はい、この探してた30秒は何だったのかというね。え、もう30秒も探してますね。もっと探してますよ、さあどうだ。終わったら集めたと言ってください。はい、集めた。そう、さあ確認していきましょう。一人ずついきます。じゃあ福村さん、はい、生田さん、はい、石田さん、はい、佐藤さん、はい、小田さん。あやっ、何小田がくれだ。うんうん、私はさすがさすがいいですよ。続いて、そしてで間違った人は取ってない。はい、でじゃあ小田ちゃんだけいなかったってことですね。じゃあ小田さんの場所。はい、お願いします。はい。キキちゃんは全部わかってます。さあそれではプラス3秒でございますね。はい。はい、結果は、はい、1分38秒。ということでキキちゃんの勝利でございます。さあということで4つの対決をしてまいりましたが、ルーちゃんいかがでしたか。いや、熱くなりました。すごく、なんか対決って久しぶりだったんで楽しかったです。
楽しかった、はい、さあ、キキちゃんいかがでしたか。はい、ようやく最後に勝つことができてよかったです。よかったですね、優秀な見飾ってました、はい、ゴロさんいかがでした、見てみて。いやー、やはりあの織田学寮ね、ちゃんと。いや、なんすか織田学寮。チェックしてた、キキちゃんさすがですね。もう学寮みたいな。いるなと思って絶対いるなと思ってたんで。なるほど、はい、キキちゃんの目には見えてたから撮ってないなっていうのは分かったわけですね。これは見物でしたね。集めろ、キキはキキちゃんが勝ちましたのでね、感謝いっぱいとなりました。でもお二人、いい戦いでございました。お疲れ様でございました。